しぶりです、時矢です。土日で2連休があるので今日はお昼から友達とカフェに行く予定があるので、まあその10時ぐらいなんですけどちょっとそれまで一人でカフェに行ってサイクリングしようかなと思います。行きます。今日の服装はこんな感じになります。ちょっと雑音が大きかったのでアフレコでやってます。冬になってくるとこのデニムのセットアップがめちゃめちゃ活躍してくれます。これがエマクローズっていうとこのブランドで、中にパーカー着てもいいしロンティーとかでもめちゃめちゃ可愛いのでおすすめです。こんな感じで行ってきます。お昼前ぐらいに出たんですけど、めちゃめちゃ暑くもなく寒くもなくでめちゃめちゃちょうどいいサイクリング日和でした。なんか雲も全然なくてめっちゃ綺麗です。帰ってきました。いや、なんか何やろ、めちゃめちゃさ、なんか最近朝と昼がさ、朝と夜か、まあ、寒いからめっちゃ寒いかなと思って、これちゃんとなんか冬服に衣替えして行ったんやけど、びっくりするぐらい暑かった。なんかもうおじいちゃんに、なんか行ったカフェの店長さんが、おいちゃん、おっちゃんかやったけど、なんか暑ないってめっちゃ言われて、試合の方が暑いです言ってました。ちょっと尺的に足りなそうなのでコーヒーでも入れようかなと思います。ちょっと価格がえげつないことになってますが、ちょっとこの角度しかテーブルに置けなさかったんで許してください。見てください、これは博多のポップアップで買った羊のショーンのグラスです。いつもこれで大体飲んでます。ピッツァーとショーンがおって、こっち側に牧場主さんがいます。この人が一番推しですかわいい。これにチョコ入れてきます。で、コーヒーなんですけど、こっちですね、自分で、あのコーヒー豆がこんな感じで買ってきたやつを砕いて、でそれと牛乳で作る感じです。で、大体こうやって氷入れて、こんな感じですね。可愛くないですか？カップじゃない、グラスできましたので乾杯。なんかやっぱ市販のやつとかでもいいんですけど、なんか自分で買ってアプリ入れたらちょっと気持ちおいしさ 5% ぐらい上がりますちょっとまたコーヒー作る動画もまたちょっと上げようと思います。最後にお絵を軽く紹介しようかなと思います。なんか最近小物系のコーヒーの小物とか新しい雑貨とかをちょいちょい増やして可愛くなってきました。あまり変わり映えはないですが、今度ちょっとルームツアーをしようと思います。じゃあね。